その品が新宿に到着する前に取り返してほしい。この箱に。そんなにヤバいやつなの？そうよ、赤羽クロード、通称ドクタージャック。その容赦ない冷酷さで運び屋業界最低最悪の嫌われ者よ。ここまでやることないじゃんか。こんなの許せない。今ここであんたを消すわ。バンちゃん。ジャック、はじめまして。奪還屋のお二人さん、私は運び屋の赤羽クロードと申します。取引しませんか？あなた方にとっては悪くない話です。どうでしょうか？バンちゃん、簡単なことです。まずこちら側の出す条件として、あなた方にはすぐこの道を反対方向に引き返していただきたい、つまり奪還は諦めていただきたいということです。その代償としてというのはなんですが、あなた方のことは見逃してあげましょう。どうしますか、奪還屋のお二人さん。仕事を諦めて生き延びるか、それとも先ほどの横取り屋のようになるか、ご自分で選んでください。随分と安い挑発ね。御堂番はそんな手には乗らないわよ。でも相棒の金髪坊やは乗ってくれそうな顔をしていますよ。ま、乗ろうが乗るまいが結果は同じことなんですけどね。落ち着け銀次、俺らの仕事は奪還だぜ。あいつらの運んでる箱のよ。さて、5つ数える間に決めていただきましょうか。ここでやられるか、それとも諦めていただくか。1つ。諦めるね。2つ。あの野郎はどうしても潰し合いに持ち込みてえらしい。3つ。4つ。5つ。早っ。バンちゃん、ここは俺が食い止めるから早く箱を。しゃねえな、任せたぜ銀次。ほう、君が一人で私の相手をしてくれるんですか。この私にはいささか役不足ですね。さっさとバラバラになってしまいなさい。同じ手に二度も引っかかるほどバカじゃないよ。おお、電気を発生できるわけですか。随分変わった体質だ。こいつ確か刃物なんて持ってなかったはずだぞ。なのにまるでナイフか何かで切られたみたいに。少しは楽しめそうです。やはり役不足には違いない。ジャッカルだけでもきついのに、卑弥呼までさっさと物を取り返してバックれるか。いいぞ。久しぶりね。
運び屋を続けていればいつかあんたに会えると思っていたわ。俺は会いたくなかったけど。自分のしたことが分かってるようね。おせえは分厚いコートにゴム手袋じゃ雷も届かない。お友達を呼んでいただけませんか。噂のジャガントやらを味わってみたい。それとも助けが呼びたくなるようにしてあげましょうか。そうか、あのコートの下に。何のつもりですか。もうちょい薄着になってもらおうと思ってね。どうだ、早く脱がないと火だるまだぞ。なるほど、そういうことですか。これでよろしいんで。さて、遊びはこれくらいにして、そろそろ始めますか。オペを。動くな。火炎効果、吸い込んだら最後体内で発火して人間を中から焼き尽くす。お前の手口はお見通しだ。風上に立たれちゃ自慢のポイズンパフュームも役立たずだぜ。積み荷を渡せ卑弥呼。触れないと。握力200キロのスネークバイト、その毒蛇の手で締め上げる兄貴みたい。必要とある。マグルマ、ハンターの出番よ。ミスターノーブレーキ。やべ、少し吸い込んじまったか。私もプロだからね。仕事優先ってことでそのくらいにしといてあげるわ。ギジ、逃げろ、トレーナーがいるぞ。どうしました。早く逃げないと引かれてしまいますよ。すごい殺気だ。今動いたらこいつに駒切れにされる。ギジ、逃げろ。ギジ、プリーズ。それ以上一歩でも近づけばお友達の命はありませんよ。電撃もやめた方がいい。反射的に私のこの手が動いてしまうかもしれませんよ。やるんならさっさとやれ。私もそうしたいのですが、卑弥呼さんがあなたにぜひ車に乗っていただきたいようで。これでよろしいんで、卑弥呼さん。上等よ、ドクタージャッカル。卑弥呼てめえ、何を考えてやがる。おっと、動くとこいつが死ぬわよ。まあどっちにしろこいつは私たちが目的地に到着するまでの命だけど、取り返さなくちゃいけないものが増えちゃったわね。バンちゃん、どうする。御堂バン、やられるのを覚悟でお友達を取り返しに来る。やらないわよね、あんたは。そんな割に合わないこと。さあ行きましょうか、卑弥呼さん。心配性のクライアントがお待ちですよ。あとは新宿まで一直線よ。
あの男がいる限り下手に動けない。それにしてもどうなってるんだあの男。上半身裸だったのに一体どこから武器なんか。口ほどにもないわね。新宿最強と謳われたボルツの元リーダーとやらも内定だなんて、ずいぶん名前負けじゃないの。やめてくれない？その呼び方好きじゃないんだ。あんまり思い出したくないし。それにトラックとの挟み撃ちなんて卑怯だよ。面白いこと言うのね。あんたみたいなアマちゃんがなんで御堂バーなんかとつるんでるのかしら。あんな冷血ヘビ野郎なんかとさ。バンちゃんの悪口もやめてね。君とバンちゃんの間に何があったか知らないけど、バンちゃんそんな冷血人間なんか。かわいそうに。知らないんだね、あの男がどんなやつか。かわいそうなのは君の方じゃないのかな。どういう意味？目を見ればわかるよ。君は冷たい雨に打たれたような目をしてるもの。誰にも頼らず、誰も信じずに生きてきた人間の目で。わかるんだ。俺も昔同じだったから。ここはボルツの支配エリアだ。すぐに立ち去った方がいいよ。死にたくなければね。俺たちがよく行く店のマスターが言ってたよ。金や地位、車、宝石、恋人、人間ってやつは大切なもんを奪ったり奪われたりしながら生きている。そういうどうしようもねえ生き物なんだ。取られたのが金や物なら取り返せばいい。だけどそれが人間らしさとか人のぬくもりみてえなもんだとしたら、人の心にできた空洞を埋めることができるのは同じ虚しさを抱えた人間との出会い。俺もバンちゃんと会って分かったんだ。信じ合える友達と一緒に生きてる方がずっと楽しいって。ねえひみこちゃんは楽しい？そんな奴と一緒に仕事してて。どう見ても格下の相手を意味もなく切り刻んだりして、まともじゃないよ、そいつ。そいつが運び屋なんてやってるのは、あの横取り屋のような積み荷に寄ってくる連中を細切れにして、楽しむためだ。あなたのおかげで道中が退屈しなくて済みますよ。ほらひみこちゃんも、これ以上そいつにやられるやつを見たくないんでしょ。私は、あ、そうだ、いいこと思いついた。ねえひみこちゃんも奪還屋やんない？よっしゃいただき。そうすりゃバンちゃんも喜ぶしさ。君に誤解されてなんか気にしてるみたいだったし。だから、ペラペラ余計なことをくっちゃべって。あんたは知らないだけなんだよ、あの男の御堂バーの本性を。あいつはね、殺したんだよ、私の兄貴を。信じられない
られる友達。笑わせるんじゃないよ。あんたは騙されてんだよ。あの毒蛇野郎の口車に乗せられてるだけなんだよ。何を言っても分かんないみたいね。でもそのうち嫌でも私が言ってることが分かるわよ。私たちのトラックが目的地に着く頃にはね。どういうこと？絶対あんたを取り返しになんか来ないってことよ。あの男は。だってそうでしょ。こんな状況じゃさすがのあいつも手も足も出ない。そうやって信じてる友達に見捨てられたってことを死ぬ時になって思い知るのね。そんなわけないもんね。来るに決まってんじゃん、バンちゃんは。目的地に着くまで生かしてやるつもりだったけど、もういいわ。あんたのバカ面見てるとムカついてくる。この場で始末してやるよ。ミミコ来るぞ。来てしまいましたね、銀次君の言う通りね。ミミコちゃん面白いじゃない、ミドバン。おい、生きてっか銀次。はい、パンちゃん、かろうじて生きてます。よし、でかした。今そこにある箱と一緒に取り返してやるから、それまで生きたらよ。イエーイ、よろしく。よし、いい子だ。で、悪者はどうしてる？バン！え、出てきやがった。んじゃな、取り込むか。バーカ、あざかみに立たなきゃおめえのポイズンパフュームは役立たずだって何度言わせりゃ気が。この匂い、火炎光。バカはあんたよ、御堂バン。やれやれ、私の出番はなしですか。これまた期待外れですね、卑弥呼さん。何を期待してたのかね。何よこれ。ジャスト1分だ。よう卑弥呼、夢は見れたかよ。なるほど、あれが噂のジャガンですか。なかなか楽しい夢を見せてもらいましたよ。まったく油断したわ。あの御堂バンが仲間を助けに来たのは計算外だったけど、切り札のジャガンを使ってくれたのは好都合だったわ。どういう意味です？あいつのジャガン、一日に3回しか使えないのよ。しかも24時間以内は同じ人間に二度使えない。もしこの金を破ると命に関わるって昔言ってたからね。ほう。これであの男は丸裸同然よ。さあ追いかけましょう。これからはミスターノーブレーキの腕にかかってるわ。よろしくね、マグルナさん。心配はいらん。頼もしいわね、ジャッカル。
楽しそうだ。え？あなたがですよ、卑弥呼さん。私とは別の意味で。何が言いたいの、ジャッカル。いいえ、別に。ただ、私の楽しみを邪魔しないでくださいね、レディー・ボイス。さあ、行きましょうか。ウサギ狩りの始まりだ。